はい、こんにちは、沖縄ババアです。はい、今日、あの、純明さんのね、動画なんですけど、ちょっと、んー っていう感じですね。すいません。えー、映画の説明が大部分になっちゃってます。えー、まあ、ちょっとね、今回の映画と、映画の説明と、トラさんの、えー、ことがちょっと重なってるんですよね、今日の投稿が。なので、ほぼほぼ映画の説明に始まり、映画の説明で終わってます。はい、えー、まあね、えー、そういう感じです。はい、まあ、昨日ね、スイズンガンで、 えー、エヴァグリーンがね、えー、移動に成功しました。これで、えー、このこともおしまいになるでしょうということですね。で、まあ、1分30秒。赤い、赤い10月、デクラスっていう9の投稿があるんですけど、1分53秒のところですね。ロシアの潜水艦が今日ですね、NATO のレーダーから消えたということで、えー 今多くの船がね、えー、地中海とかオランダの入り口にすごい停泊してるらしいんですよ。で、赤い10月とは何という、な、どういうことなのかというと、2月2分47秒のところで、えー、赤い、赤い10月という映画があるんですね。その説明をずーっとしてます。はい、まあ、あのー、見てみればわかると思います。これ検索してみてください、レッドオクトーバー、あのー、 えー、核、核を搭載してる、ある、その、潜水艦のお話ですね。なんで、今回のことと関連づけてます。はい、えー、そういうことですね。で、4月、え、ごめんなさい。4分18秒のところですね。シンプソンの、あのー、アニメですね。これ、エヴァグリーンのこともちょっと、あのー、触れてました。まあ、シンプソンですからね。 そういうこともあるでしょう。まあ、あんまりね、今回の、こう、なんていうのかな、えー、10名さんの話は、えー、そうですね、あの、その映画の説明に、ほぼほぼ終始、周知し、きってました。そして、えー、私たちがね、えー、なんていうのかな、こういうことをしている間に、トラさんは、その、核、核を搭載してる、その、潜水艦が消えたということで、核、 戦争のね、その危機っていうのを今、あの、回避してる、その世界線をね、えー、ずらしてるところなんだよっていう説明でしたね。はい。まあ、簡単に言うとそういうことです。まあ、興味のある方は、あレッドオクトーバーという映画を見てください。えー、ごめんなさいよ。こんな感じで。明日から3日間は、ちょっとあのー、 仕事なんで、ちょっと忙しくて1、一日一本ぐらいしかもしかしたらできないかもしれないですけど、まあ、ご了承ください。すいません。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。